美しくなければカリスマになれない。美容室とかね、行くのがちょっと嫌な感じはあったんですよね。それはなくなって割と自由な髪型できたりするかもしれませんね。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。薄毛に悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。彼が初めてこの場所に足を運んだ時、我々に悩みを打ち明けてくれた。2年ぐらい前に言われ始めたんですよ、いろんな人に。でなんかいろんな市販のこう育毛剤みたいなのをやったりもしてたんですけど、まあ、取り立てて効果も、ほがらかな人柄に定評のあるゴリラクリニック総院長稲見院長は、薄毛に悩む人たちにこう語る。まずヘアチェックを行って、その上で現状どういうふうになっているか、で改善できることは何かっていうのを専門的な目からね、ご提案できますし。カウンセリングにてドクターに現在の状態を見てもらうことに。脱毛期が一度あるかもしれません。一時期的に、反応として毛が抜けてしまう時期ですけど、だけどそれは正常な反応ですので、はい、あ、抜けてきちゃったから薬やめようとするのではないですので、はい、基本的な時間で今までどおり飲み続けてください。カウンセリングを終え、現在の心境を伺うことに。直接ドクターに質問ができるので、これ極めて安全な安心な感じがしますね。でね、3年4年くらい前ですかね、自分で気になりだしたのが、言われなくても自らってのはあるんですけど、それはよく言われましたね。家族もそう、久しぶりに会った友人とかが、あれ薄くなったのとかって、その言える間柄の人からはあります。あんまりこう人からわからないぐらいにはなりたいですよね。自分ではわかるかもしれませんけど、人から指摘されない、つまり薄く見えないっていう、復活することを願ってます。なるべくこう生活リズムを保ってですね、あまり夜更かしなどしないで、薬だけじゃなくて他の部分も気をつけていきたいなと思ってます。